今回はこの私ルビーが動画を見ながら解説していくわよ。レベル1のジョニー君が試合に勝てた条件。ポイントその1、ステージは貨物5層ね。打ち合いでは勝ち目がないジョニー君でも貨物5層なら大丈夫だったのね。さて試合が始まるわよ。ボットは1体ずつ参加しているわ。ポイントその2、味方がうまい。これが一番勝利できた理由よね。ジョニー君はとにかく車を進めること、それに専念してたわ。ポイントその3、相手にケミストとハンターがいなかったのも好条件だったわよね。ケミちゃんはジョニー君が消えている範囲を回復しながら全体攻撃を仕掛けてくるから、ジョニー君には苦手な相手なのよ。ハンター君は照明弾、隠れても見つけられちゃうからね。ジョニー君はお手上げなのよ。ボット相手ならジョニー君は隠れてられるわ。ボットには相性が良いジョニー君よ。さあ相手が来たわよ。ジョニー君はどう切り抜けたのかしら。味方の援護が素晴らしいわね。ジョニー君が相手を引きつけて味方が倒す。いいコンビネーションだわ。ポイントその4、相手のマーク君が高額邪魔しよう。これがトラッキングだったらジョニー君負けてたかしら。ハンター君と同じく見つけられちゃうからね。この試合はいろいろな良しみ条件が揃っていたのよ。レベル1のジョニー君でも勝てる要素が重なってたのよね。けど相手にはレベル10だったり。ジョニー君よく頑張ってたわよ。ジョニー君を狙う敵を味方が切る。この味方のオーサス君がレベル1のジョニー君を勝利に導いたのね。普通に考えたらレベル1と10なんて無理な試合よ。でもこのゲームはそれぞれのキャラの相性や戦い方で勝利がつかめるゲームよ。キャラのバランスも非常に良いと思うわ。さあ後少し頑張るのよジョニー君。高額ジャマーが邪魔になってないわ。ジョニー君見つからないようにね。味方のオーサス君、良い仕事しているわ。貨物護送ならレベル1のジョニー君でも大活躍できた試合だったわね。ナイスコンビネーション。ということでレベル差のある試合でも勝てるポイントが いろいろあったこの試合を私ルビーが解説しました。